肝試しの恐怖。 友人の A が若い時、夏休みを利用して悪友の B とキャンプに行った時のこと。それぞれ女の子、C と D を誘っており、カップルかける2で盛り上がろうという魂沌。キャンプ場には他に人はおらず、貸し切り状態だったらしい。夜になって焚き火を起こして、飯を食って酒を飲み、 さて、どうやって女の子を口説き落とそうかという算段になったところで、少し登ったところに古びたお寺のようなものがあったことを A が思い出した。肝試しでもしようぜと B が言い出したのは自然ななり行きだ。ルールは単純だ。二組に分かれて、それぞれ坂を登って入り口まで行って、 懐中電灯を振って、着いたことを合図して帰る。肝試しとは言っても、ただそれだけの、往復で10分もかからないような簡単なものだ。4人は、ランタン型の大型懐中電灯を持って、ひとまず建物が見えるところまで移動した。それとは別に、A と B が、それぞれ小型の懐中電灯を持つ。 これで合図を送るんだ。まずは B が D を連れて出発した。待っている間、A は自分とペアの女の子のシート楽しくトーク。合図の懐中電灯が振られて、数分後戻った B が首をひねりながらおかしなことを言い出した。なあ さっき合図したときさ、誰かここに来ていなかったか内緒で他の友達でも呼んでいたのか聞くと、一緒に行った D も同じようなことを言っている。もう一人いたと。そんなわけはない。自分は C と喋っていただけだし、もちろん誰も呼んでいない。 他には誰も来なかったし、周りに人もいなかった。自分たちだけだ。だいたいキャンプ場には、俺たちしかいなかったではないか。幽霊なんじゃないか、と、怖がる B と D をなだめて、A が言う。は何言ってんだよ。幽霊なんているわけないって。見間違いかなんかだろ そんなに言うんだったら、俺たちもあそこに行って確かめてきてやるよ。A は C を連れて出発した。ちなみに C も、あの二人、怖がりだよね、とか言って、二人の言ってることを信じてはいなかったらしい。歩くこと数分、別段何事もなく、建物にたどり着く。 だが、懐中電灯で合図を送ろうと振り返ったとき、二人は凍りついた。ランタンに照らされて、B と D の姿が見える。その横に、もう一人、誰かいる。男か女かははっきりとはしない。だが、横に並んだ人影は、 確かに人間のものだ。そこに何かがいるのは間違いない。うわっ !A と C は転がるように坂を降りた。戦々恐々と待っていた B たちもその様子を見てすぐ走り出す。結局4人で逃げるようにキャンプ場から撤退したという。 それ以来、A はオカルトがダメになった。テレビの怖い話も NG だ。特に何かがあるわけではないのだが、オカルト話を聞くと、すぐそばに誰かがいるんじゃないか、そんな気がして怖いんだそうだ。あれは絶対に見間違いなんかじゃない。誰かがいたんだ。 C も見たって言ってた。でも俺たちが言っている間、やっぱり誰も来なかったって B も言ってた。少し離れた場所からはあんなにはっきり見えたのにな。すぐそばにいたのに、俺たちには全然見えなかったんだよ。皆さんの横に、 見えない誰かっていたりしませんよね。その後 C と D には見事振られてしまったそうです。肝試しに行って男がガクガクブルブルするのってダメなんですかね。でもそれって本物が出たとしてもダメなんでしょうかね。 悪霊の宿った人形。死ぬほどってわけでもないんだけど、実体験で。俺の部屋2階にあるんだけど。で、それが増築だからか、腕の悪い業者だったからかはわからないんだけど、結構階段の角度が急なのね。まあ、それでも特に問題なく上り降りはしているんだけど。 俺が中二だった頃の日の朝、寝起きでぼんやりとはしていたけれど、そんなのはいつものことで、いつも通り階段を降りようとしていたら、落ちちゃったんだ。頭から。足を踏み外すとかではなくて。なんでそんな落ち方になったのかというと、何かに後ろから押されたような感じだったんだ。で、 鼻血ダクダクだし、落ちたところの廊下が割れてへこんでいるくらいの落ち方だったんで、親が救急車を呼んで入院ということになって、検査の結果、案の定、鼻の骨が折れていてさ、あと、顔の右の頬のところも内出血で腫れてしまって、2週間くらいは入院ということになったんだ。まあ、 鼻の骨は元の位置に戻したら自然に戻るからとか言われて2週間を過ごしていたんだけど一向に頬の腫れが引かないんだレントゲンとか触診とかお医者さんがやってくれるんだけど内出血も収まっているしもう腫れが引いてもいいんだけどなと首をかしげるばかりで親もおかしいと思ったのか 礼子とか、お払いとかやってくれる人に相談してみたのね。そうしたら、家の床の間に飾ってある日本人形の同じところに、悪い霊が入っていて、そいつが霊障を起こしているんだと。そいつを除霊するには、八十数個のお守りを用意して、九十数日間供養しないと払えないというので、 それは大変だから、川に流しなさいって。流すのも、俺や父親は、そういう悪いものを背負いやすい性質だから、お母さんが流しなさいと。で、俺自身は、その人のところで、お払いをしてもらうことになって、退院後、その人の家に行ったんだよ。ちなみに病院では、 顔の腫れは命には別状ないですし、鼻の骨は大型治癒しているから大丈夫でしょう、ということで、二週間で退院。その人、俺の顔を見るなり、ああ、ついているね、って言って、横にあったポケットティッシュを一枚引き抜いて、きれいに畳んで、俺の腫れた方をそのティッシュですっとなでて、 これで大丈夫って。これでお払いが終了。で帰宅して、母親がその人形を近くの川に流しに行ったんだけど、その時見た人形の顔つきが、昔から見慣れている人形のはずなのに、なぜか違って見えた。なんというか、目が若干つり上がって、睨みつけてくるような感じ。 気のせいかもしれないけど、母親自身は何事もなく川に人形を流して帰ってきて、これでやることは全部やった。こんなんで大丈夫なんかな、とその日は思っていたんだけど、そうしたら二日後には完全に腫れがなくなっているの。結構膨れ上がるような腫れだったのに。今でも、 オカルトというものはいまいち信じてはいないんだけど、この体験だけはどうしようもなく事実で否定することができない。オチも怖さもなくてごめんね。重なる世界。 小学校二年生の頃の話、俺は当時、県営住宅みたいなところに住んでいて、土日は敷地内にある公園で友達と遊びまくっていたんだ。でまあ、夏の夕方くらいに、暗くなってきたから、そろそろ帰ろうかって感じになったんだ。ちなみに俺の家は、A と B 棟ってあるうちの B 棟で402号室だった。 俺は確かにビートに入って、エレベーターで4階まで上がって、自分の家の前まで行った。で、家の前に立つと、玄関が開いていたんだ。まあ夏だし、暑いからかなって思っていたんだけど、なんか変だった。朝家を出る頃にはなかった。ドレンみたいなのがあったんだよ。ドレンには、 なんか難しい漢字が書いてあって、少し怖かった。うちの両親は家の模様替えとかが好きで、しょっちゅうしていたから、ああ、またかなって思って玄関に入ると、靴がやたらとあって、中で笑い声とかがすげえするんだ。お客さんかなお小遣いもらえるじゃんかと思って、俺、意気揚々と家に入ったんだ。 ただいまって。そしたらさ、家の中が急に静かになって、本当に無音状態になったんだ。あれなんだとか思って、もう一回ただいまって言って今に入ったんだよ。そしたらさ、なんかよくわからないんだけど、もやもやってした。 黒い影みたいなやつに目だけがついたやつがたくさんいてその目が全部俺のことを見てる俺すげえ怖くなって家を飛び出して部屋番号を確認したら間違いなく俺の部屋なんだよできっと塔を間違えたんだと思って階段を駆け降りて建物の前に行ったんだけど間違いなくビートなんだよ なんだこれって思って、周りを見ても誰もいなくて。夏なのに虫の声一つしない。一階の部屋からも人の声は聞こえないし、車も通らなくて無音。西側の空だけ赤紫ですごく不気味だった。本当に怖くて涙が出てきて。でも外にいてもなんだし、 また家に戻ったんだよ。そうしたら今度はドアは閉まっていて、ゆっくり開けたら、のれんもなくなっていた。ただいまって、小さい声で言ったら、母さんが来て、何していたの遅いじゃないって怒られたんだよ。でも、ちゃんと自分の家になっていて安心した。 どこかの世界では黒い影みたいなやつに目だけついたやつが玄関に難しい漢字を書いたのれんをぶら下げて生活しているんだろうな。もしくはこっちは向こうを黒い影としか認識できなくて、向こうからも幽霊的な何かとしか認識されなかったのかもね。昔どこかの怖い話で、 周りから気づかれない男が、もう三年間もこのままなんです。助けてっていうのがあったけど、そいつは違う時空から、この時空に迷い込んだやつで、時空のおっさんにも助けてもらえていない状況。そいつらを俺たちは時として、幽霊と呼んで怖がる。俺たちが違う時空に飛ばされたら、 そいつらからは俺たちが幽霊扱いをされる。たまにチャンネルがあって見える人がいる。でもスピリチュアルな心霊とかの幽霊とは別で状態が近いだけ。よくある幽霊は心霊で死んだ人とかなんだけど、一空から飛ばされた人は状態が同じでも死人ではない。そういえば、 幽霊が見えるという人の話を聞いていても、霊の行動パターンは二つあって、一つはこちらの世界に対応して脅かしたり覗いたりしている。もう一つはこちらとは全く無関係に忙しく歩いていたり作業していたりする。例えば、どこかのビルには霊が何体もいるが、みんな床に、 腰あたりまで埋まって移動していると、バイトでそのビルに行く人たちが言っていた。それは建て替わる前にそのビルにいた人たちの例で、フロアの高さが変わったからだと見える人は言っていたが、働いていた場所で今でも霊が働いているっていうのはおかしい。死んだ時期だってバラバラのはずなのに、ビルがいきなり崩れたような、 事件や事故も聞かない。パラレルワールド的に二つのビルが重なっていて、もう一つのビルは確かに昔のやつ、そう思ったりもするんだ。おばの話。 私の母方のおばさんと祖母が、都内の有名ホテルに2週間前から予約を入れて、当日、テックインをしようとしたんです。するとフロントで、予約が入っていないと言われて、びっくりしてしまいました。しかし、今更ホテルを探せる時間でもなく、祖母は体調が悪くて、早く横になりたいようだったんで。どんな部屋でもいいから、 お願いできませんかと、おばは頼んでみました。ですが、フロントの A さんは、申し訳ありません。本日は、空いているお部屋はございません。そう答えるのみ。おばは頭に来て、予約をして、確認まで取ったのに、そちらの都合まで知りません。何とかしてくれないと困ります。 祖母は具合が悪いんですよ、と怒って食い下がったところ、やっとごそごそ調べてくれて。では、一二四号室にキャンセルが出ておりますので、そちらにご案内させていただきます。それでよろしいでしょうか。そう言われて、部屋の鍵を渡されました。おばは祖母が心配で、一日ぐらい、 どんな部屋だって構わないと思い、早速祖母を連れて、エレベーターで上がって、124号室に入りました。それにしても、感じが悪いフロントの人だな、と思いながらも、もう時間も遅かったので、その時は我慢したそうです。祖母は横になっても、具合は良くならずに、苦いそうだったんで、 おばはフロントに電話をして、医者を呼んでもらいました。診察してもらうと、お医者様にウイルス性の風邪でしょうと言われて、犠牲のものでいい薬を何個か勧めてもらったので、おばはまだ空いている薬局までタクシーで往復しました。降りる際にたまたま運転手が小銭がなく、おばは急いでホテルのフロントで両替をしました。 しかし急いでいたせいで、せっかく買ったお薬をフロントのカウンターに置きっぱなしにしたまま、タクシーまでお金を払いに行ってしまいました。フロントに戻ってみると、そこには薬の入った袋は見当たらず、それを A さんに聞くと、い,いえ、何もお忘れにはなっておりませんよ、と言われました。 おばはカッとなって、両替した時に置いていったじゃないですか、と言うと、困った顔されて、どちらにお泊まりですか、と逆に聞かれて、何言ってるんですかさっき、一銀四号室の鍵をくれたじゃないですか、と言い返しました。すると A さんは、はという顔をして、 あの、どちらか別のホテルとお間違いではありませんかただいま一二四号室は空き室になっておりますが、と言われました。おばは何が何だかわからなくなって、そんなことはないと説明をすればするほど興奮し、A さんはおかしな人を見るようにおばのことを見ていました。ちょうどその時、 エレベーターから、お医者様が出てきて。おばは泣きながら。先生、さっき、祖母を診断して、お薬を勧めてくださいましたよねと、必死にすがりつくと。先生までも困った顔をして。申し訳ありませんが、よくわからないんですけど。きっと誰かと勘違いなさってますよ。すいません。 そそクサと言ってしまいました。おばが混乱しながらエレベーターに向かうと、A さんが追いかけてきて、お客様、どちらにおいでですかと、おばを止めようとしました。おばは、部屋に行って、祖母の様子を見るんです。と怒鳴ると、では、私もご一緒いたしますと、A さんと一緒に、 一二四号室に行きました。すると、おばは鍵を持っていないことに気がついて、A さんがマスターキーで部屋を開けると、そこには荷物も何もなく、もちろん寝ているはずの祖母もいなかった。おばは反響乱になって、病院へと運ばれました。母は次の日病院に駆けつけ、 話の一部始終を聞きました。その話を信じることはできませんでしたが、祖母が突然と消えてしまったという事実だけが残っています。おばはまだ入院をしています。祖母は未だ11年間行方不明で捜索を続けてもらっています。生きているのかさえ不明です。 警察は、おばの言うことを信じてはくれませんでした。この話は、自分でも未だに信じられないんですけど、親戚一同が信じている事実です。でも未だに訳がわからず、悲しいやら、腹が立つやら。何度も嘘だと思ったし、おばにも会いましたが、結局は同じ話の繰り返し、 新聞にもならず、事件にもならず。ホテルも知らん顔で、祖母も帰っては来ません。母はこの話を最近になってやっと教えてくれました。できれば知りたくなかった。友達も同情はしてくれますけど、信じてはくれません。考えれば考えるほど、私まで頭がおかしくなりそうです。 海。もう、十年前のことだけど、いろいろと経験してしまった。でもなぜか、その時は怖くないのが、今となっては不思議。t という友達とドライブをしていて、海に行くことになった。でも、ナンパされるようなところには行きたくない。t は、 いいところを知っているからというので、任せることにした。t は運転手。海に着いたら誰もいない。t の言う通りだ。トランク側を海方向に止めた。なぜそう止めたのか、運転手は t だから私にはわからない。木が トランクの横にあったのを覚えてる。t とくだらない話をしていると、海の方にバックしている気がした。気のせい私は t にもそのことは言わないことにした。それが本当にバックしていたのだ。横を見ると、 トランクの横にあった木が、私の横にあるではないか。そこは、坂道でもない。T もそのことに気がついたらしくて、車をまた同じ場所に止め直すということをしてみた。でも前と同じ。そこで、帰ればよかったのに。 それから少しして男の人が議人近づいてきた少し霊感がある私はそれが幽霊であることは分かった一人が俺にも運転をさせろとハンドルを動かしているあとの二人は後部座席に乗ってきた私よりも霊感の強い T がなぜ黙っているのかが 私には不思議だった。あんたたち、私たちを殺す気気が動転していたのか、強い口調で言ってしまった。心の中で。すると、ハンドルを動かしていた一人が消えた。後部座席の右に座っていた一人も。ただ、 私の後ろにいた霊が消えない二人が消えてからテーが話しかけてきた今来たよね私悲しりで動けなくて私は男の霊が自分から何人であったか何をしたかを話すのをやめた 同じ経験をしたのかを試してみたかったのだ。だから t に質問攻め。すると結果は同じだった。ここは危ないから逃げよう。t はそう言ったが、まだいるんだよ。私の後ろに。それを話して、この最後の一人がいなくなってから逃げることにした。 しばらくして、その一人が消えてくれた。さあ逃げよう。そんな時、ティが車から降りた。私には見えなかったが、ティはバックミラーから見えていたのだ。追いかけてくるのを。離してくる。止める間もなく、 t はそう言って車から降りてしまった。私は助手席で待っている羽目に。待っている時、また車が動いている気がした。横にいる霊は、なぜか安心できるというか、このまま一緒にいたい、そんな感じがした。 〇〇ちゃん。後ろを向くと、走ってくる t がいる。今、バツバツさんと一緒にいたでしょでも、置いていかないでよ。私の元彼のバツバツは、事故で他界していました。彼の存在を感じても、 自分から他人に話すことはなかったのに t にはわかったみたいここなら大丈夫逃げてきた私たちはほっとしてするとペタペタペタ何この音 t は無言でそこからダッシュ どうしたのと聞くと、後ろにいたのが追いかけてきたと。明るくて人がたくさんいるところに行こう。話し合いの末、t の家の駐車場に行くことに。またしばらく話していると、t が突然私の首にチョップを。 何か恨みでもあるのかと考えていると。伏せて、早くって。で、一時間以上も伏せていて。どうしたのと聞いてみると。さっき〇〇ちゃん。私たちを殺す気って言ったでしょそれで怒ってるのこの人。首吊りで死んだらしいよ。 私は何度も謝って、冷めていましたけど、マックあげるから、と、物で釣る気はなかったんだけど、とにかく許してもらいたくて、あらゆることを言って謝りました。T は、手が痛い、助けて、と言うので、止めようとしても、手を持っても、すごい力で引っ張られて、ひたすら謝って、 何とか許してもらえたのか収まった時はもう朝それからはあの海にはもう行ってはいません廃墟ビル 俺はもう30近いんですけど、11歳から17歳ぐらいまで家出しては補導されて家に帰るというサイクルを繰り返してました。きっかけやどうやって生きていたのかは本筋から外れるから走らせていただきます。この家出中に何度か怖い体験と不思議な体験をしたので、 そのうちの一つになります。はっきりと年齢は思い出せないんですけど、12歳か15歳どちらかの時の話。場所は線路沿いの廃墟と思われる3階建てくらいのビルでした。また読み返したところ、建物の構造が伝わりにくいために、補足ですが、 階段に面した鉄のドアの先は共用の廊下があって、そこに各部屋の入り口、101とか102とかがあったと思われます。それまでに俺は何度も歩道を経験しており、その原因は純粋に警察に見つかることよりも、大人に見つかって通報されることが多かったことから、夜は人目につかないように、 マンションの駐車場の車の下や、非常階段などで過ごしていました。ずっと野宿をしていると、建物のきしむ音や、ちょっとした遠くの足音でも、敏感に目が覚めてしまいます。また寒さによって、深い眠りに入ることができないため、運行時間中は電車で寝ていました。 その日は、経緯ははっきり覚えてはいないんですけど、駅で降りました。時間はかなり遅かったと思います。夜間の移動は、歩道される危険性が高いため、身を落ち着ける場所を探していました。自然と人気のない道を目指す習慣があって、たまたま目に入ったのが、 線路脇の道沿いにあった風俗っぽい店の奥の暗い道。マンションの非常階段を探すつもりで暗い道へ向かっていると、風俗店から一本道を挟んだ場所にそのビルがありました。夜間なのに電灯も一切ついておらず、人気のないビルで、廃墟であろうと判断した私は、 今日はここで過ごそうと、通行人が途切れた瞬間を見計らって、そのビルの階段を登り始めました。2階部分に鉄製のドアがあって、開けようとしたんですけど、鍵は開いておらず、そのまま階段で寝転がっていました。何度か浅い眠りを繰り返しておりましたが、その日はとても寒く、 体を縮めて寝ていると、寒さで腰が非常に痛くなってきて、眠るどころではなくなってしまいました。どうにか寒さをしのげないかなと、あたりを見回すと、壁伝いにベランダに侵入できることに気がつきました。いつの間にか、風俗店の明かりも消えており、人気も全くなかったことから、 思い切って、そのベランダに非常階段から入りました。普通のマンションのようで、ベランダの窓から室内を覗くと、換算とはしておりましたが、若干ボロい家具があって、穴だらけではありましたが、ソファーが目につきました。幸いにも、ベランダの窓は開いており、こっそり中に入って、人気がないことだけを確認して、 ソファーに転がりました。非常に疲れていたためにあっという間に眠ってしまいました。はっと目が覚めました。なぜ目が覚めたのか最初はわかりませんでした。完全な覚醒で頭の中はスッキリとしており自分の気配を殺して あたりを確認しました。まだあたりは暗くて、眠ってから30分から1時間程度しか経っていないと思います。しばらく静かな空気に身を潜めていると、階段を登る足音が聞こえてきました。革靴のような音で、コツコツと階段を登ってきます。 一気に緊張して、音に耳を澄ませて息を殺しました。そして、ドアをガチャガチャとする音が聞こえました。音の方向的に階段の鉄のドアです。開けてくるのか不安な気持ちになって、建物から逃げようかと考えていました。 部屋は2階のため、最悪飛び降りようと考えてじーっとしていました。しばらくガチャガチャしていましたが、諦めたのか音は消えました。しかし、階段を降りる音は聞こえていないため、ドアの向こうに相手はまだいるはずなんです。どうしようかと悩んでいると、 いきなりドアをどんどんどんと強く叩く音が聞こえました。非常に怖くて、身動きもできずじーっとしていました。数分間でしょうか、どんどんと叩く音がずーっと鳴っていましたが、ぴたりと止まりました。すると、 ドアが開く音もしていないのに、教養の廊下から足音が聞こえました。そして、自分がいる部屋のドアドムがガチャガチャと動きました。ビクッとして声を出せず、呼吸音も相手に聞こえないように口を押さえていました。開かないのが分かったのか、 足音はそのまま通り過ぎ、そのまま何の音もしなくなりました。もうベランダの窓を開ける音すら立てるのが嫌でじーっとしていましたが、そのうち眠くなって、再びソファーでうずくまっていました。その時、ベランダの外を見ていたのですが、上から足が、 ぬっと出てきました。え、と、動けないでいると、足はただ見えるだけで何も動きはありません。ただ窓の外、上の階からスラックスのズボンと革靴が出ています。もうよくわからなかったんで、思い切って私は教養廊下に面したドアを思いっきり開けて、 鉄のドアを開けて、階段を駆け降りて逃げました。その後どうなったとか、そういった話はありません。ただ走って逃げて、コンビニに入って立ち読みをしていると、あとは店員に通報されたのか、巡回のおわりさんかはわかりませんが、補導されました。ただ、あの足を見たことは、 今でも忘れることができませんやってはいけないこと3年くらい前俺が高校時代の話学園祭が近かったから その日もその準備をしていた。俺たちのクラスはお化け屋敷をやることになった。翌日に学園祭を控えて、ついに俺たちのお化け屋敷は完成した。で、クラスの一人が、写メを撮ろうって言い出したから、みんながそのお化け屋敷の中で、並んで記念撮影をすることになった。 ちなみにこいつは、ちょっとオカルト好きのやつで、何度も金縛りに会ったことがある、そんなやつだった。そいつが撮るって言うから、俺たちは冗談で、なんか変なもの映すなよ、とか言って笑い合っていた。そいつは写メを撮った。写メももちろん何事もなかった。 そう思っていた。で、もう遅かったから帰ろうよってことになったんだけど、その霊感のある友達がトイレに行きたいって言うから、男子二三人でトイレに行った。残りの奴らは先に玄関に向かった。うちの学校のトイレは引き戸みたいなのになっていて、 開けたら勝手に閉まっていくみたいなそんな構造になっているんだ。で、いつも通り開けて入ったんだけど、信じられないスピードでそのドアが閉まったんだ。みんなびっくりしてそのドアの方を見たんだけど、そのドアが何度もすごい速度で開いたり閉まったりしている。 結構時間も遅かったからか、学校には俺たちのクラス以外のやつはほとんど残っていなくて、その異常には誰も気がついていないみたいだった。俺たちはめちゃくちゃ怖くなって、そのトイレから出ようと、なんとかドアを開けようとしたんだけど、ドアが冬でもないのに、ものすごい静電気みたいなもので、とても触れないんだ。 30秒くらいかな。ずっとそんな状態で、俺たちは震えていたんだけど。ドアが普通の状態に戻って、俺たちは外に出ることができた。で、急いで出て、走って逃げようとしたんだけど、その時、霊感がある友達の携帯が鳴ったんだ。それはメールだったんだけど、 見覚えのないアドレス。そいつがそのメールを開くと、そいつの携帯にしかないはずの、あの、お化け屋敷の中で撮った写メが送られてきていた。ただ一つ違うところがあった。送られてきた写メには、壁という壁に、おびただしい量の、人の顔が、 びっしりと浮かび上がってきた。それで、これは本当にやばいと思ったそいつは、その携帯を折って壊したんだ。それで、トイレに行った俺を含む三人は、今あったことは全部忘れようってことで、みんなには何も言わないで帰ってきた。 でも、その壊した携帯を、そいつは捨てないで家に持って帰ったんだ。俺自身は何事もなくその日を過ごしたんだけど、次の学校祭の日に、そいつが青い顔をして学校にやってきたんだ。何かあったのかって聞くと、昨日金縛りにあったって言うんだ。 やっぱりなとか俺は思ったんだけど、そいつはいつも悲しりに会うようなやつだったから、そんなに怖がらなくても大丈夫だろって気軽に言ったんだけど、そいつが言うには、俺の部屋の壁にさ、あのシャメに映っていた顔が浮かび上がってくるんだっていうわけ。 もう一人の奴とも相談して、やはりその携帯が良くないって思ったから、お寺に持って行こうということになって、持って行ったんだ。そいつん家は結構裕福で、すごい街中にあるでかいマンションに住んでいるんだけど、そいつの家に行って一番近い寺に向かおうと思って、地下鉄目指して街中歩いていたのね。 そうしたら途中に占い師がいたその人の前を通りかかった時その占い師が急に引きつけみたいなものを起こして過呼吸も起こしたりしたんだなんか嫌な予感がしたんだけど正気に戻ったその占い師が俺の友達の方に歩いてきてあんた やってはいけないことをしたね。って、真顔で言ってくるの。本当に怖くなった俺たちは、そこからタクシーに飛び乗って、お寺に行って、その携帯を供養してもらった。お化け屋敷用に飾り付けをした教室の中で、写メを取るのが、そんなにもやっちゃいけないことだとは思わなかった。 これは、俺の友人の N から聞いた話です。2年ほど前にメールで聞いた話なんですけど、とても怖いと思ったんで、パソコンに保存してあるその内容をそのまま書き込ませていただきます。N というのは、別の学校の俺の友達です。最近どうだ しばらく会ってないからな。実はこの前、とんでもないことがあったんだよ。それも、いい話じゃなくてさ。A って、いただろ俺の彼女。何でもかんでも、めちゃくちゃくどいからさ。一ヶ月くらい前に、俺の方から振ったんだよ。確かに A は、すごく執念深く嫉妬深い女で。 顔はそう悪くもないんだけど、ある意味みんなから敬遠されていた。N は4回くらい告白をされてすべて振っていたんだけど、5回目に告白されて、あまりにもしつこいからしぶしぶ付き合うことになったらしい。俺も A には関わらないようにしていたんだけど、とりあえずはうざいやつだった。 で、それからしばらくしてな。その日夕方、俺が学校から帰ると、玄関に見慣れない箱が置いてあったんだよ。箱を開けてみると、気味が悪い。ほら、よくさ、髪が伸びるとか言われている、あの日本人形。しかも、傍らには手紙が置いてあって、捨てないでねって書いてあった。 俺、こういう類の嫌いじゃん。こんなたちの悪いことするの誰だって思ったら、A だった。やめてくれないかな、こういうの。まあでも、A だからな、って。俺は、妙に納得したよ。俺も、あいつだったらしそうなことだなって、素直に思った。その日とりあえず、君が悪いから。 物置の方に置いておいて、親が帰ってくるのを待ったんだ。でもさ、本当に気味が悪い人形なんだよ。俺の弟も、こんなの見たら泣くに決まっているし、こういうのって、俺と同じで嫌いだからね。なるべく親と俺だけで解決をしたい問題だったんだ。あたりも暗くなり始めた頃、親が帰ってきた。 俺は日本人形のことを話して物置を開けた。わ、何これ気持ち悪い。今すぐ捨ててきなさい。これ送ってきたの、A ちゃんでしょ電話しといてあげるから。早く頼むよ。こんなの、ケイタが見たら。俺、もう触るのも嫌だったから。 箱にもう一回入れ直してさ、とりあえずゴミ捨て場に向かったんだよ。ほんと、気味が悪いなこれ。なんか変なオーラとかがあるのかな。もしかしたら、やばい奴なのかな。そんなことを思いつつ、霊的なことの存在を全く信じてはいなかったから、俺はとっとと捨てて帰ってきたんだ。これが俺だったら、 A のことを呼び出すだろう。その日、親が A と何を話したのかは知らないんだけど、とりあえずは捨ててきたってことで安心して普通に寝たんだ。あの手紙も嫌がらせの一部だろうと思ってたから。でも、翌日投稿してみると、クラスの中で。バスケで知り合った、 〇〇校の A ってやつが、三組の N も絶対に許さないとか言ってたよ。N のやつ、呪い殺されるんじゃないかああ、あいつだったらやりそうだよな。そんな会話が聞こえてきたんだ。俺、いい加減に腹が立ってさ。帰ったら電話でガツンと言ってやろうと思ったんだ。 だからその日はいつもよりも早く帰って、早速受話器を取って A にかけたんだよ。でも A は通話中だったんで、ちょっと待ってからかけ直そうかなって思って、テレビでも見て少し時間を潰していると、プルルルルって電話が鳴ったんだ。もちろん A からだよ。俺は受話器を取ってすぐ、お前なって、 切れ気味で話したんだけど、絵はものすごく冷淡に。あのお人形、捨てたの ?N 君のお母さんから聞いたよ。そう言ってきたんだ。馬鹿野郎、前置きもなしにあんな気味の悪い人形と手紙が送られてきて、捨てるに決まってるだろう。そうね。 私はいいんだけどね。どうなっても知らないよ。<laughs> その場にいたら殴ってやろうかなって思うような態度だったんだ。おい、どういうことだあれはね、心霊スポットの丸々峠に落ちていたお菊人形なの。傍らには 捨てないでねって書いた手紙があってね。これ怖いなって思ったから、あなたに送ってみたの。何やってるんだよお前。なんでそんなことするんだよ。N 君私のこと振ったでしょまあ確かに、それ以外に動機は見当たらない。 ここで一方的に電話を切られたんだ。なんて恐ろしい奴だ。そう思った。前々から少し距離は置いていたけど、まさかここまでの奴だったとは。まる峠といえば、有名な心霊スポットだろまったく立ちが悪いよ。そもそもそこって自殺の名所だし。 全く。俺は、この時点ですでにメールに見入っていた。あ、あのな、お前にこのメールを送ったのは意味があるんだよ。お前、オカルトに詳しいだろう。だから、また説明するけど、なんか、対策とか知らないかそんなこと言われても、 って感じだったんだけど、オカルト好きなのは確かだし、何か力になれることがあるかもしれないと思って、N に電話をかけた。なあ、この前のメール、あれどういうことだだから、何か起こったりしないかなって。お前、そういうの信じてたっけ いや、信じるとかじゃなくて。まあ、俺も、そこまで詳しいわけではないけど。何かが起きるまでは対策の施しようはないな。そうか。もし気になるなら、そういう人形を収めているお寺みたいなものがあるだろう。テレビでもやってたし。あそこに収めてもらうとか。 別にあそこでなくてもいいし、とりあえずお払いをしてもらえよまあ、それくらいしかないよな。また何かあったら電話するわ。その時は頼むな。お任せとけ。それから3日ほど経った日、またメールが来た。うわぁ。 やっぱあれやばいわ。どうしよう。捨てたはずなのに、なんか普通に机に置いてあったし、今怖くて家に入れない。ど、どういうことだすぐさま俺は返事を書いた。例えば、A が侵入して机に置いたとかはないのか それがないんだったらやばいかもしれない。今すぐお払いをしてもらえ。30分ほどして返事が返ってきた。お払い、ちょっとコストが高いかもしれない。怖いけど捨てるのは気が引けるし、物置の一番奥に箱にガムテープぐるぐる巻きにしてしまっとくわ。 また出てきたらメールする。そう帰ってきた。その翌日の午前7時にメールが来ている。やばいってほんまに。物置を開けてみたら、なんか箱から出てきてるんだよ。箱を開けた形跡はないのにだよ。それも昨日母さんが事故にあったし、 どうしよう。俺はすぐ返事を書いた。とりあえず落ち着け。まだ危害はないはずだから、そろそろ携帯にしようか。ネットだと間に合わなくなるかもしれんし。そうだな。当時まだ中学校三年生だった俺たちは、何分田舎なものだから。 まだ携帯を持っていなかった。だけどこうなっては仕方がない。緊急時に連絡が取り合えるように、二人とも携帯を購入した。そしてその次の日、また N からメールが来た。や、やばい。物置に入れといたら、物置に穴が開いてる。どうしよう。 人形は見当たらないし、一人でに出たのか正直俺は血の気が引くような感じがした。まだ中3だったし、これほどの恐怖はない。いいわ。俺が話をつけてやる。ちなみに俺は A とは同じクラスだ。つまり、俺と A は、 南中学の3年2組。N は西中学の3年3組。そんな感じ。A は最初に N からメールが来た頃から学校には来なくなっていた。俺はそろそろ放ってはおけない状況にあると思って A に電話をかけた。おかけになられた電話番号は現在使われておりません。 番号をお確かめになって。くそ、あいつ。俺は A の家を知らない。すぐさま N からメールが来た。A に話をつけても仕方がない。今はこの人形をどうするかだ。とりあえず、今日は学校に行こう。帰ってきたら6時に。 〇〇公園にその人形を持ってきてくれ。わかった。その日も相変わらず、A は不登校のまま。おまけに N の噂がかなり立つようになった。ねえ知ってる ?A ちゃんって N ってやつと付き合っていたでしょそいつに振られてすっごく恨んでるんだって。 A ちゃん、かわいそうやね。こちらの学校では、なぜか A に同情的な意見が多い。俺は真実を話してやろうと思ったんだが、空気が空気だから、口をつぐんだ。その日、指定していた公園で俺が待っていると、少し遅れて N がやってきた。すまねえ、ちょっと遅れた。 いや、久しぶりだな。で、これがその、と、見せられたのは、いかにもという感じのお菊人形。こんなものが送りつけられてくるだけでも鳥肌ものだが、おまけに自殺の名所に落ちていたというお菊人形。そ、そうか。あ、で、お母さんは大丈夫なんか ああ、母さんはなんとか一命を取り留めたよ。ほんとよかったわ。そうか。それは安心したわ。なあ、これ、どうすればいいと思う ?A に返す。もともと A が持ってきたんだ。A に渡すしかない。俺たちはお払いをしてもらえるほどの金は持ってない。 しかもお払いをしてもらえる場所を探して、そこに行かなければならないし。でも、A が出てくるかどうか。大丈夫。少し考えがあるんだ。そしてその日は、N のお母さんの見舞いに行くらしいので、俺も同行した。そして次の日。その日は土曜日だったんで、N と一緒に、 A の家に行くことにした。A の家を俺は初めて見るが、すごく立派な家だ。自殺の名所は、ここから数キロしか離れていないので、頑張れば行ける距離だが、不登校になっているこいつが、わざわざ出向いて人形を持ってくるのかそれが、俺が引っかかっているところだった。 そして俺の提案とは、N がひたすら謝って、A を呼び出して、さりげなく人形を返すことだ。ピンポーン。インターホンを鳴らして、出てきたのは、なんと意外にも A 本人だった。N 君、どうしたの 実はさ、俺、謝りたいことがあるんだ。今更何も謝ってくれなくてもいいよ。いや、そうじゃなくて。そんな会話が数分間も続いた。だから、これはお前が処分してほしいんだ。俺にはどうすることもできないし。 無理どうして五年前に自殺をした私のお父さんが首を吊っていたところに落ちていた人形さんだって。五年前お母さんが持って帰ってきたから。意味がわからない答えだった。なら、なおさら俺には無理だろ 私にも無理なの。これ、五年前から処分しようとしていても、いつもそう。あなたと同じようになっていたの。じゃあ、なんで俺には遅れたんだそれは、あなたに災いをもたらすから。なんだ、この会話。というか、 普通だったらおかしいと思うだろう。正直 A の昔までの口調とは大違いだったよ。昔はもう少し明るい子だったのに。どういうことなんだよ。わからないけど、あなたに送って正解だったのよ。そんな、災いとか本当にあるわけないだろう で、でも、一人に出てきて。え、じゃあ、ということはだから、信じる信じないは勝手だって。だけど、言われているみたいな幽霊ってなかなか珍しいんだけど、恨みが物に宿ったりすることってよくあるんだよ。じゃあ、俺はどうなるんだ 今話してることは、すべておばあちゃんから聞いたことなんだけど。先祖絡みの問題だから、恨みって消えないよ。あなたが罪を悔い改めるまではね。じゃあね。パターン。ドアが閉まった。翌月曜日、N は学校には来なかった。 どうやら引っ越しをしたそうだ。それからというもの、携帯は繋がらず、メールも返事はない。俺は最初は非常に心配になっていたんだが、徐々にそのことは記憶から薄れていった。それから2年経った今年、俺は高校2年になった。またもや A とは同じクラス。 A は一年の頃は普通に学校に来ていたらしいが、話す機会はなかった。今日久しぶりに A と話した。どうやら、あれから N は気が狂って、寝ている時間を除いて、ごめんなさい、許してください。ごめんなさい、許してください。そう永遠に言い続けているそうだ。もう廃人も同然だそうだ。 最初は、こんな大ごとになるとは思わなかった。すべて、俺と A が仕組んだことだったのに。見当たらない人形は、どこから A に返しに行ったんだ。一応補足をしておくと、俺と A は、N がいろいろと裏で俺たちに対して、 陰口を叩いていると耳にして、少し懲らしめてやろうと、人形を送ってやりました。でも、俺と A も、あの大きく人形を動かしてはいないんですよね。あれが本当だったとしたら、あれ、誰が動かしたんでしょうか。それだけは不思議なんですよね。 無自覚。母方の祖父母の家は絵に描いたような田舎である。小学校六年生の時の出来事。その日は明るいうちから、弟とそこの地元の少年たち、計六、七人で遊んでいた。日が暮れたら、地元の少年のうちの一人が保護者を呼んできて花火をすることになっていた。 昼間遊んでいたのは集落の端にある舗装されていない駐車場みたいな空き地。広さは車が15台くらいは置ける広さ。その脇には大きな農業用の水路が流れている。普段は車とか機械か廃車みたいなものが置いてあるらしいんだけど、その日は 数台のボロボロの歯医者しかなく、そこで遊ぶことになった。地元の少年たちも、そこではあまり遊んだことはないとか言ってたな。もちろん、俺たち兄弟も含めて。遊んでいた内容は、関係りだったと思う。日が暮れかかった頃、俺と弟と、地元の少年の一人、 この少年を A としておく。議人で農業用の水路近くに隠れている最中に何かお堂みたいなものを倒してしまった。ボロボロの木造だったんで気にはしていなかった。周りにはスクラップやガラクタや壊れた小さなプレハブボックスみたいなのがあったので壊しても何とも思っていなかった。 ほどなくして、黄昏になり、保護者を呼んできて、花火が始まった。場所は同じところ。この時まだ、互いの顔が十分認識できる明るさだったのを覚えている。俺たち兄弟が帰宅するから、早めに行われたんだ。この後起きたこと。 俺と弟と A が立て続けに唐突に変な尻餅をついてあざもできてしまった。弟と A がおもむろに走り出して用水路にはまってしまう。大事には至らなかったけど、後から聞いても走り出した理由がわからない。みんなで二人を助けた後に気がついたら、 俺の足の裏に、釘付きの板が靴を貫通して刺さっていることに気がつく。いつ刺さったのかがわからない。気がついてからは激痛。血はそんなに出なかったけど。足に刺さった釘を抜いているとき、自分が利き腕の手首のあたりまで火傷をしていることに気がつく。よく見ると、 弟と A も同様に火傷をしている。それも俺が指摘するまでそれに気づかずに、俺は背筋が凍った。花火であんな火傷の仕方は普通はしないと思う。それが三人も同時って。さすがにおかしいなってことになって、何かの呪いじゃないのかなって。当時、 なぎなぎのたたりとか、なぎなぎの呪いっていうのが流行っていたんだ。だからそう感じ始めた。弟のことをすぐ思い当たった。少し罪悪感があったためだったと思う。そこで弟と A がなんか怒られているかしてる間に、懐中電灯を持って、俺が別の少年の B を誘って、 そのお堂を見に行った。片足がすごく痛かったけど、それどころではなかった。すると、昼間は高く生えていた雑草で気がつかなかったのだが、お堂の周りには、実は小さな地蔵が密集していて、それらを弟と俺と A がぐちゃぐちゃに踏み荒らしていたことがわかる。 血の毛が引いた。結局、お地蔵さん倒しちゃったとか俺が言って、みんなでそれを直して帰ったと思う。お堂はそのままだったけど。それ以降、特に何も起きてはいない。偶然が重なっただけかもしれない。でも、三人のやけどに気がついた時の、 ビビり具合、焦り具合。あれは本当に忘れることができない。竹藪。友達の A に聞いた話。A はどい田かの病院で、 雑用をしているんだけど、ある日病院に見知らぬおばさんがやってきたそうだ。田舎だから顔見知りでない患者さんが来るなんてことはあまりないらしい。で、医者が診察をしようとすると、とにかく言動がおかしい。あなたは娘の目玉を取っただろうとか。あなたは足は濡れていますかとか。 本当に尻滅裂なことばかり言う。で、何が言いたいのかはよくわからないんだけど、どうやらその医者に文句を言いたいらしい。それで持て余した医者が、A に相手をするようにと押し付けてきたそうだ。まあ、追い出してもよかったんだけど、怪しいことに首を突っ込むのが好きな A は、 とりあえずは、おばさんの話を聞いてみることにした。A は別室に案内して、お茶を出したそうだが、おばさんは腰を曲げて、湯のみまで鼻を近づけて、くんくんと匂いを嗅ぐと、ぷいっと、そっぽを向いて株をしかめた。そして、やたらと両手で鼻のあたりを拭うようなしぐさをする。 それきり口もつけようともしない。もうそのあたりで、物好きな A の壺にはまったらしい。それで話を聞き始めたんだが、もう本当に何を言っているのかさっぱりわからない。五秒もせずに話題が次々と変わる。どうも、自分の娘が、 医者のせいで被害を受けた。そう言いたいことだけはかろうじてわかった。しかし、この前河原を通ったら船が落ちていたとか、さっきの看護師は獣の匂いがするとか、ほとんどは意味不明の話ばかりだった。A はだんだんおかしくなってきて、つい吹き出して笑ってしまった。 するとおばさんは、きっと、A をにらみつけて、肘をちょっと曲げたまま両手を前に突き出し、空中をひっかくようなそぶりを見せ、そのまま帰っていった。A はしばらく笑い転げていたらしい。さて、その日の仕事を終えて、家へと帰る道を車を運転して通っていると、竹やぶの中を通る道に差し掛かった。 すると右手の矢部の奥で、ちらちらと光るものが見える。A は、火でも燃えているのかと心配になって、車を道に止めて、矢部に分け入った。山火事にでもなると大変だからだ。まだわずかに火が残っていたため、うっすらとだが足元は見える。しばらく光の方に進むと、 どうも、火が燃えているのではないようだと分かったのだが、今度はその光が何なのかが純粋に気になった。ふと気がつくと、あたりはもう真っ暗。目指していた光もどこへ消えたか、全然見当たらなくなっていた。田舎の夜は暗い。その日は月も出ていなかったので直された。 身動きも取れない状態になって、しばらくの間、途方に暮れていた。すると、少しずつではあるが、暗闇に目が慣れてきた。よかった。道まで引き返そうと、足を踏み出した瞬間。自分の正面、数十センチも離れない位置に、人が突っ立っていることに気がついて、ぎょっとした。 腰が抜けた状態になってしまったそうだ。ライターを持っていることを思い出して火をつけると、背筋が凍った。二十代半ばの女が立っていたのだが、両目とも白く白濁していて、口をパクパクさせている。そしてなぜか、着ている服が A と全く同じなのだ。 上は茶色のジャンバーで、下はアディダス3本のラインが入ったジャージ。服からは獣臭さがプンとによった。そこで一旦 A の記憶は途切れる。気がつくと車を運転して病院へと向かっていた。あたりは明るい。わけもわからずそのまま病院に着くと医者が朝食をとっているところだった。 なんだ、今日は早いな、と言われて、A はしばらくポカンとしてた。どうも気がつかないうちに一晩経っていたらしい。しょうがないので、そのまま働き始めた。すると、物を持つとき、両手が引きつったように痛む。なんだろう、と、手を見て驚愕した。 両手とも、指と指の股の部分の肉が、サイコロ一つ分ほどえぐられてなくなっているんだ。それを見た途端、ものすごい痛みに襲われて、たまらず医者のところに駆け込んだ。治療してもらおうとすると、お前、唇どうしたんだと、医者が驚いたように言う。 鏡で見ると、上下の唇の肉が、ぐちゃぐちゃに噛みつぶされたようなひどいありさまになっている。よく顔を見ると、耳たぶも、柔らかい部分の肉が、ほとんど同じ状態。こちらも気がつくと同時に、すさまじく痛み始めたそうだ。なんか、尻切れトンボなんだけど、 話はここまで。今のところは特に後日談もない。おばさんにも、竹藪で会った女にも、その日以来一度も会わなかったそうだ。この間久しぶりに A と会ったが、唇の傷はまだちょっと残っていた。A は狐に化かされた、などと、時代錯誤なことを今でも言っている。 鳥居をくぐるとわかる。俺は田舎から越してきた社会人で一人暮らしをしている。この間、幼馴染みの子が遊びに来たんだ。昔から一つだけ特殊な子で、神社の鳥居をくぐると、その鳥居が生きているか死んでいるかがわかるんだって。俺や他の友達にはさっぱりだったけどね。 で、今でもその感覚があるのかを聞いてみたら、あるって言うから。出かけるついでに、神社のそばを通って、鳥居をくぐらせてみた。二箇所だけだったけど、一つは死んでいるらしかった。どちらの神社も、畑目には同じだから、俺にはさっぱりわからなかったんだけど。そもそも、生きているか死んでいるかがわかっても、 別に特別何かがわかるわけでもない。お互い特別にオカルト好きでもないから、その話題も終わって、買い物して帰ろうとしたんだ。怖かったのはここから。俺のアパート、山の上にあるんだけど、少し階段がきついけど、近道があるからそこから行こうって誘ったんだ。その道に差し掛かったところ、その子の足が止まった。 本当に急だった。その子しか見えない壁があるんじゃないかって思ったほど。どうしたのかと聞いたら、え、なんだこれって困惑しながら、すごく不安げな表情でキョロキョロし始めた。嫌だ、ここすごい嫌だって逃げるように後ずさった。 どうしたんだよって再度聞いたら、だって、ここ、鳥居がいるって言うんだ。それを聞いて、なんだかゾクッとした。鳥居があるとか見えるとかではなくて、いるっていう言葉が妙にリアルだった。結局、その道は使わずに家に帰った。 それからは別に何もない。その子も何事もなく帰った。俺自身は何も見ていないし感じてもいない。ただ、その子の嫌がる姿がマジで怖かった。俺は仕事でヘルパーをやっているんだけど、じいちゃんと道を歩いている時、例の鳥居がいた場所に近づいたんだ。そうしたら、 昔はここに神社とかあったって聞いたから、本当にそこに鳥居があったらしい。もともと周りくどい話し方をするじいちゃんだったから、いまいち容量は得なかったんだが、土砂災害か何かで神社が崩れたことがあって、今後の安全面も考えて場所を移して再建したんだとか。幼馴染みが嫌がった。 すぐそばに鳥居もあったらしい。もちろん再建した神社はすぐ近所。そしてその神社の鳥居は、幼馴染が来た時死んでいると言っていたものだった。今そこにあるのに死んでいると言われた鳥居。今すでに存在していないのに、いると言われた過去の鳥居。 何の関係もない、偶然、たまたまそんな程度のことだと思う。でも、そういう場面に遭遇すると、やっぱり何か感じてしまうんだよな。人事異動。 今年の3月、会社で人事の入れ替えがあったんだけど、ベテランの S さんが地方に転勤になって、私のフロアには、新人の T 子が入ってきた。ところが、その T 子、あんまり容量の良くない子で、机の上をものすごい散らかしては、書類がないと言って騒いでいた。見かねて、処理済みのものからファイリングをして、引き出しにしまうようにと言ったんだけど、 引き出しを開けると、顔が見えるから開けたくないっていう。ティコのデスクは、もともと S さんが使っていた場所。年度末の忙しさもあって、くだらないなと、あまり話も聞かなかった。直接の指導役ではなかったし、その後絡むこともなかった。2週間くらい過ぎてから、 ディーコに話しかけた。机の上にはファイルが山積み。相変わらず引き出しは使っていないようだ。冗談で、見られたらヤバいものでも入っているんじゃないのと引き出しを開けてみると、隣からものすごい叫び声がした。ディーコはマジで怖がっていて震えていた。 腐ってきてる。ティーコはそう言って、慌てて引き出しを閉めて、ガムテープで目張りまでしだした。でも、何にも入っていないし、匂いもしないのに。精神状態が悪いんじゃないだろうかと、心配になってしまった。結局、ティーコはすぐにやめてしまった。その後、 S, S さんが亡くなっていたと連絡が入った。移動の後、ほどなく体調を崩して、会社を休んでいたらしい。最初は連絡が来ていたんだけど、そのうち休むという連絡も来なくなって、同僚が心配して、何度か家に行ったらしいんだけど、反応がない。会社から管理会社に相談して、 中に入って発見したのが4月の頭頃。その時点で死後2週間前後ほど経っていたそうで、中はひどい匂いだったそうだ。S さんは湯船の中で亡くなっていて、発見した上司がしばらくうつっぽくなるほど凄まじい状態だったらしい。T 子が見たというのは S さんだったんだろうか。 ティーコはもういないし、確かめようがないのが残念。偶然にしては、時期とか当たりすぎていて、ゾッとした。結局、増員の予定はなくなってしまって、机は倉庫に運ばれた。 三光さん。知り合いから聞いた話。その昔彼女のおじいさんがまだ炭焼きをしていた頃の話だ。煮滝に使う薪を集めに山奥を歩いていると、見覚えのない広場に足を踏み入れた。はて、この山の中にこんな開けた場所があっただろうか。 見れば、下映えも綺麗に狩られていて、歩き回るのにも支障がない。明らかに人の手が入っている。広場の真ん中に、古びた祠みたいなものが見える。近寄ってみたところ、そこには奇妙なものが並べられていた。人をかたどった。 不格好な木彫りの人形。誰が備えたものかわからないが、五体ほど等間隔で置かれていた。見ているうちに、なぜか気持ちが悪くなって、逃げるようにそこを後にしたそうだ。炭焼き小屋に帰ってから、居合わせた里仲間に自分が今見たことを話してみた。 三光さんの土地に入り込んでしまったんだな、と言われた。三光さんというのは、そこの山神様の呼び名だ。人形っていうのは、今年三光さんが取ると決めた人の片代だろう。お前さん、山で仕事をするんだったら気をつけるがいい。機嫌損ねると、 その五人の中の一人になっちまうぞ。嘘か誠かはわからないが、そう言われたんだよ。だからってわけではないけど、山の中にいるときは、粗そ相そしないようにと心がけたよ。幸いなことに、三光さんに取られもせず、全うすることができた。ありがたいことだ。 おじいさんは、そう彼女に語ったという。最後にこう付け加えた。それにしても不思議なのは、あの場所には二度とたどり着けなかったことだ。三光さんはなんで、わしにあそこを見せたんだろうな。 夢に誘われる。同じ家とか場所とかを繰り返し夢に見ることはあるだろうか。別に続きものということではなくて、ホラーであったり、日常的であったりと、関連性はないけど、舞台がいつもそこという夢。大抵は昔住んでいた家とか、友人とか、親戚の家だったりとか、 でも、全く覚えがない場所なんだけど、よく夢に見るということがある。学校でそんな話をしていて、友人が教えてくれた話。彼は昔から、よく夢に見る場所があった。ちょっとばかり洋風の、普通にある住宅で、二階建てだという。 いつから見るようになったのかは覚えてはいないが、中学に入った時にはすでに、ああ、またか、と思えるくらいだった。彼には、とても仲のいい友人の K がいた。家が近所で、母親同士も仲が良かったため、毎日のように遊んでいた。好きな漫画も、 ゲームで使うキャラクターも一緒。成績も同じくらいで、身透体重もほとんど変わらない。中学一年の時、いつも通り遊んでいると、夢の話になった。いつも、同じ家の夢を見るんだよ。食いついてきた K も、同じような体験をすることがあるらしい。 メモ用紙に家の間取りを書いて説明すると、K も同じだと言った。いろいろと話しているうちに、全く同じ家のように感じた。奇妙な偶然に好奇心が刺激されて、お互いの夢の話をすることが多くなった。家は割と広くて、四五人の家族が住めそうなところ。 だけど二人とも、一階の角部屋だけは入ったことがない。中学という微妙な年齢のこともあって、どちらが先にあの部屋に入るか競争しようということになった。その頃から悪夢が続くようになった。家の中を、 包丁を持った殺人鬼に追い回されたり、姿の見えない幽霊に追いかけられたり、霊の部屋に近づくことはできなかった。最初は、俺たちは前世で兄弟だったんじゃないかって盛り上がっていたんだが、次第に夢の話はしなくなった。彼曰く、あまりにも似すぎている自分たちが、 正直、気味が悪くなったと。顔が似ているわけではないけど、本人たちにしかわからない、シンパシーのようなものがあるんだと。それは彼も同じだったようで、高校は別のところを選んだ。でも、仲がいい親友であることに変わりはなく、電話で話したりはしていた。 部活や進路を決めるような時には、お互い別々にしようと暗黙の了解があった。大学に進む頃には違う生活環境で次第に疎遠になっていった。冬休みに実家に帰省すると、久しぶりに K から年賀状が届いていた。年賀状にはペットの犬の写真。 ああ、チョコまだ生きているんだな、と、懐かしくなった。印刷されている、あけましておめでとうの下に、小さく書かれた、K の筆跡。あの部屋に呼ばれた。俺が先に行くぜ。その言葉に、血の毛が引いた。 数日前に見た夢で、彼も部屋に呼ばれたのだ。変わらず一定周期であの夢を見ていたのだが、その時はなんだか雰囲気が違った。誰もいない家の中を歩いていると、なんとなく、ああ、今だったらあそこに行けるな、という気分になったという。ただ、 彼は行けなかった。行こうとしたとき、携帯が鳴って起こされた。学校が始まってしばらくしたとき、母親から電話が来た。K が行方不明になったらしい。一人暮らしをしていたアパートから、突然と姿が見えなくなったと。何か知らないかと。そうやって、 K の親が聞きに来たというのだ。もちろん、夢の話などできるはずもなく、知らないと言うしかなかった。それから半年以上が経ったが、まだ K は見つからない。疎遠にはなっていたが、とても寂しくて、仕方がないと落ち込んでいた。 先を越されたと、悔しい気持ちはあるんだと。大して怖くないかもしれないけど、正直俺はゾッとした。俺もまた、同じように、毎度出てくる家がある。夢で見たことを、他人に話してはいけない。そう祖母が言っていた。 それまでなんとなくその言いつけを守ってきたけど、ああ、そういうことなんだと納得をした。池母様。昔ばあちゃんの家に預けられていたとき、後ろの大きな山に、 池も様っていう神様を祀る祠があった。ばあちゃんの家の周りには遊ぶところもなく行くところもなかったから、その祠の近くにある池でよくじいちゃんと釣りをしていた。ある日じいちゃんとばあちゃんが街に買い物に行くので、俺一人で留守番をすることになったんだけど、やることがなかったんで一人で釣りに行くことにした。 その池に行くには、すごく遠回りをする必要があるが、二人ともいなかったので、抜け道をすることにした。その抜け道はちょうど、隣のトトロで、イがくぐっていたようなところで、一人一人が抜けることができる場所。でも、じいちゃんもばあちゃんも、絶対にここを通ってはいけないと言っていた。入り口を囲むように、石が並べてあったが、 子供だった俺は、そんなものはお構いなく入っていった。今思うと、完璧に人工的な並びだった。そうして歩くこと20分、池に着いた。1時間ほど釣りをしていて、何気なく遠くを見たら、ちらっと人影が見えた気がして声が聞こえた。秋よへほ。 秋よへほみたいな感じに。普段誰も来ない場所なので、少し気になって見に行くことにしたんだが、誰もいなかった。まあ、気のせいだと思って釣りを始めようと思っていたら、じいちゃんの軽トラが走ってきた。俺はじいちゃんが迎えに来てくれたんだと思って釣り道具を片付けていたら、ものすごい勢いで、 じいちゃんが車で近づいてきた。問答無用で車に押し込められ、釣竿もお気に入りだった水筒もその場に置きっぱなしになってしまった。何か白い布をかぶされ、絶対出てくるなと言われて、家に帰るまでじいちゃんはずっと何かを唱えていた。家に着くと、 俺を包んでいた白い布をじいちゃんがかぶり、新しい布をばあちゃんがかけてくれた。ふと見ると、近所の人たちが集まっていて、家は白い布で覆われていた。あれほどの大きな布、どうやって調達したんだろうか。今思うに、この時のために用意してあったんだろう。そしてばあちゃんに、 風呂に入れられ、少し大きな部屋に連れて行かれた。知らないおじいさんがいて、どこを通って行ったのか、どのくらいの時間かかったのかなど、いろいろと聞かれた。その後、池も様のことについて聞いた。池も様は、池を守る神様ではあるけど、幼いので、一人では寂しいからと、昔は子供を池に捧げていたらしい。 その子供が抜け道を通って池も様のところに行っていた。しかし、池贄とかの時代が終わって寂しくなってしまった池も様は、里に降りてきて子供を連れて行くようになり、連れてきた子供が逃げないようにと足の筋を切ってずっと自分のそばにいさせていたらしい。それで池も様が外に出ないように、 石を並べて、道を閉じたという話だった。最初は冗談と思って聞いていたが、自分の足を見た瞬間に凍りついた。右足のすねの後ろが切れていて、血が出ていたから。でも、痛くはなかった。いきなりおじいさんが叫んで、白い布をかぶった人が俺を囲んで、 ばあちゃんが傷を小さい札みたいなもので止血してくれた。このままでは危ないということで、急遽俺は家に帰されることに。またしても布をかぶされ、じいちゃんの車に乗せられた。池も様は白いものが見えないらしくて布をかぶれということだった。にもかかわらず、家の中で足を切ったのは、 完全に家を追い切れていなかったかららしい。布をかぶる前に見たじいちゃんの軽トラは、黒い部分はすべて藁番子で隠され、荷台には大量のお菓子が乗せられていて、すごくかっこ悪かった。そして、何事もなく走る車。俺はもっと何か起きるかと思っていたんで、拍子抜けしてしまった。 ずっと布をかぶっていたんで、つい窓を開けてしまったら外から、きよへと声が聞こえたが、じいちゃんは普通に運転をしていたので、気のせいだと思った。でも耳元で、きよへの声がはっきりと聞こえた。ここで意識がなくなった。目が覚めると、 ばあちゃんの家だった。ばあちゃんに話したら、すべて夢だと言われた。水筒もなくなっているし、釣り道具もなかった。この話をしても、誰も信じてはくれないが、右足に本当に傷が残っていて、何年経っても、最近できた傷のように見える。本当の話なんだけど、 何か知っている人っていないですかね。旅館名、幽霊。ある年の2月、私たちは息抜きと子供の誕生祝いを兼ねて、 M 県の愛に旅行に行きました。恥ずかしながら夫婦の稼ぎは一般家庭よりも少し低いので、それほどの贅沢はできません。そこで平日に行けて、その中でも一番安い旅館に宿泊することにしました。そこは口コミがかなり低い旅館で、築年数も古かったんですけど、 まあ、とりあえずは寝れたらいいかな、そんな感じで決めました。その分、旅館以外はしっかりと楽しもうと思って、遊園地や水族館などをめぐって、美味しいものをたくさん食べ、妻も子供も大満足してくれました。夕方になって、そろそろ旅館に向かおうと思った私は、迎えのバスをお願いするため、 旅館の電話番号をネットで調べることにしました。予約した時には気がつかなかったんですけど、検索ページで旅館名を入れると思わぬ事態が起きました。〇〇層、幽霊、〇〇層、出る、〇〇豪室など、検索候補に不気味な言葉が出てくるんです。 軸年数が古いから、ある程度は仕方ないかなとは思っていたんですけど、最初から知っていたら予約しなかったのにな、と後悔しつつ、気になったんで検索結果を見てみました。ですが、それらしい内容が記載されたページは見つからずに、もやもやとした気持ちのまま旅館に向かうことになりました。旅館に着くと、 想像以上にお化けが出そうな雰囲気が漂っていました。おかみさんも旅館の方というか、よくわからないんですけど、近所の人のお手伝いといった感じです。さらに悪いことに、チェックインをした部屋は、検索候補のキーワードに引っかかった〇〇合室だったんです。 これはさすがにダメだと感じた私は、妻と子供に悟られないよう受付に向かって、部屋を変更してほしいとお願いしました。しかしその日は、満室だから変更はできないとのこと。こんな平日に満室なわけないだろう、と言いたかったんですけど、騒ぎになって、妻と子供に、 嫌な気分をさせてはいけないと思って、仕方がなくそのまま宿泊することに。ところが部屋に入ってみると、外観の割に部屋は綺麗で、お風呂も広く、ご飯も美味しいと思ったよりも快適です。お酒も入って、少しいい心地になった私は、幽霊という検索ワードの言葉すっかり頭の中から抜けていました。 食事を終えて、お風呂に入った後、まだお酒が飲み足らなかった私は、売店でお酒とおつまみを購入して、部屋で晩酌をすることにしました。旅行の開放感から、ビールやチューハイを普段よりもたくさん飲んで、とってもいい気分です。その後一、二時間くらい眠ってしまったんですけど、妻のシクシクと泣く声で、 目が覚めました。私は意識が朦朧とする中妻に、何かあったのと声をかけました。すると妻は、とっても楽しくて楽しくて、こんなに楽しいのは何年ぶりかしら。本当にありがとねと返事がありました。 その時、妻の声とは少し違うような気がすると違和感を感じてはいたのですが、お酒によってフラフラだった私は特に気に留めずに再び眠ることに。しかし、これから眠りに入ろうかという時、突然ガチャッと扉が開く音が。妻と子供が眠っているので、一体誰だ と飛び起きて扉の方に向かうと、そこには妻と子供が立っていました。私は妻に、あれ今そこで寝てたんじゃないのと確認すると、あんたが寝ちゃったから、子供と一緒にお風呂に行っていたのよ。寝ぼけてるんじゃないのと、冷ややかな表情です。 いやいや、そんなはずは、と、妻が寝ていた布団を見てみると、涙をこぼしたような跡が数滴あることに気がつきました。もしかして、女の幽霊だったのかと、背筋が凍ったようになりましたが、家族を守らなければと、瞬時に頭を切り替え、その日は眠らず、妻と子供を見張り続けました。 結局その後幽霊が出ることはありませんでしたが、楽しいはずの旅行が私だけが疲れを溜めて帰ることになってしまいました。この旅行以来、私が宿を予約する際は原作のワードに旅館名と幽霊を入力するようにしています。 山探索。休日の午後、ドライブがてら一人で近郊の山に登りに行ったんだ。でも出発をした途端、ものすごい雨。まあ仕方がない。今回は登らずに登山口まで下見をしに行こうと、そのまま車を走らせた。登山口の手前まで来たところ、 お寺があったんで、せっかく来たんだしということで、寺見物をしていくことにした。その頃には雨も小降りになって、折りたたみの傘で十分対応できるくらいだった。そのお寺は山の中にあるにしては立派なもので、本堂も開かれていたので、手を合わせてからいくつかある建物を回った。 と、その中に、水国用刀というものがあった。これは別に昔からあったわけではなく、二十年ほど前に作られたものらしい。説明書きには、赤子の霊を慰め。細かい内容は忘れたけど、結構リアルなことが書いてあった。 休日の午後、雨が降る境内には、他には人はおらず、自分一人。特に気味悪いということはなかったけど、妙にしんみりしてしまって、あれこれ考えながら、境内を後にした。駐車場に止めていた車に乗り込むと、妙な感覚が。なんだか、後ろが気になる。 後部座席に誰かが乗っている感じ。ルームミラーを何度も見て、振り向いて、人が乗っていないことを確認して、まあ気のせいだろうとそう考えることにした。目的の登山口は、そこから林道を5分ほど登ったところにあった。 車が4台ほど止められる駐車場と小さなトイレが一つ。ここもいるのは自分だけだった。車を止めて一しきりあたりを散策した。さすがにそのまま山に登る気にはならなかった。車に戻ってエンジンをスタート。と、キーが アクセサリーの位置まで来たとき、ラジオが流れた。あれエンジン切る前って、ラジオなんか聞いてたっけそんなことを考えた途端、スピーカーから、うぅ、う,う男とも女ともつかないような低い声が、もう焦ったというか、 恥ずかしいことにその場で凍りついてしまった。体を動かすことができず、頭の中は真っ白。ほんの数秒だったと思う。スピーカーからは、普通の番組が流れ出したが、それでも周りに何かいるんじゃないかと恐ろしくて、しばらく固まっていた。と、 十何秒か経って、とりあえず、この場から逃げ去りたいと、慌てて車を出した。寺の近くまで降りてきて、まずは落ち着こうと、駐車場に車を止めた。心臓がバクバクしていて、そのままだと思わぬ事故を起こしそうだったんで。車の外に出て、付近を歩くこと数分。 落ち着いて考えてみると、あれはラジオ放送の一部だった。そういう番組だと分かった。確かそうだったと。一人で来て若干雰囲気に当てられ、勝手にビビっただけだったと。なんだかバカバカしくなって。じゃあ、来た時とは違う道で帰ろうかななんて。 車の中でナビをいじって帰り道を探していたところ右のミラーに人影がと思ってしっかり見ると誰もいない気のせいかまたナビをいじっていると同じく人影心なしか大きくなったような気のせい気のせいと 高をくぐってしばらくすると、また人影。しかも三度目は、車の真後ろにいるような大きさ。これはまずいと、道も決めずに車を発進させ、その場を後にした。こうして、俺の山の探索は、微妙な結果で終わってしまった。 この寺は結構由緒正しいお寺らしい。全部俺の気にしすぎ、だとは思うんだけどね。ちなみに、後日山には登ったけれど、その時は何事もなく、山頂から素晴らしい景色を楽しめました。 信頼社、自分の体験談ではないけど、予備校で漢文の先生から聞いた怖い話。彼は、兄弟時代に親友の A さんと一緒に東京見物を終えた後、信台急行の銀河で東京から都に着くことになった。小田原を過ぎ、熱海を過ぎ、夜も深くなっていった。 寝室に寝そべっていても、なかなか眠れない二人は、退屈になったんで、寝台車というもの,の珍しさもあって、車内を見て回ろうということになった。そして、最後尾の車掌室に車掌がいないことがわかると、若気の至りというのか、彼らは車掌室の鍵を壊し、中に入って窓を開け、酒盛りを始めてしまった。 やがて銀河は静岡を過ぎて長いトンネルに入っていった。ところが銀河がトンネルの中ほどを行く頃、突然彼らの耳に男の大きな重たい笑い声が入ってきた。うわあははわぁ、はは,わーは,はと。彼はこの笑い声を聞いた時、空耳だと思った。だが A さんに、 さっき、男の大きな笑い声、聞こえなかったかそう尋ねると、A さんも確かに聞こえたと答えた。深夜の鉄道トンネルに、人などがいるわけがない。二人は背筋が寒くなって、顔も青ざめ、酔いもすっかり冷めてしまった。二人はしばらく動揺していたが、 結局、空耳だったということで忘れることにして、寝室に戻って寝た。早朝、銀河が京都に着くと、彼は大阪に下宿がある A さんを残して降りて、自分の下宿に帰った。ところが翌日、彼は40度の高熱にうなされ、寝込んでしまった。そしてだんだん、 自分のベッドの周りに、霊のようなものが、うようよと渦巻いていることに気がついた。これはまずい、と直感した彼は、幸い人から聞いた除霊の仕方を知っていたんで、頭から塩をかぶるなとして除霊を行った。おかげで彼は霊の呪縛から解かれて、熱も収まったので、晴れて、 普通の生活に戻ることができた。その数日後彼は一緒に帰った A さんのことが気になったんで A さんの下宿に電話をかけた。だが電話はつながらない A さんの実家にもかけた。しかし実家にも帰っていないという他の友人にも A さんのことを尋ねたが、誰も A さんと会っていない。おかしいと感じた彼は、鉄道会社に、大阪駅で降りるはずだった A さんのことについて問い合わせた。しかし、会社側が調べたところ、A さんは大阪駅で銀河から降りていないことが分かった。銀河は京都駅からは、 終点の大阪駅まで途中どこにも止まらない。つまり A さんは彼と別れた後、大阪駅に着くまでに姿を消したことになってしまう。その A さんの消息は未だにつかめていない。 ベランダの落とし物。毎年台風が来ると思い出すんだけど、会社の寮で一人暮らしを始めた頃のこと。台風が直撃するというから、ベランダの物干し竿を片付けようとしたら、物干し竿の先に汚れたハイヒールが片方だけ引っかかっていた。寮は男子寮だし、悲しいことに、 俺には彼女なんていなかったんで、どうしてこんなものがあるのか、最初は理解ができなかった。俺の部屋は、最上階の5階、角部屋だったんで、隣に住む同期の友人の持ち物、そう考えて、隣に投げ返しておいた。その後、昼頃に隣の友人が、慌てた様子で俺の部屋に来て、 どうしよう。ベランダにハイヒールが。飛び降りした誰かの遺品かも。と、血相を変えて騒ぎ出したので。そんなわけないだろう。俺を怖がらせようと芝居してるんだな、と思って笑っていた。だが、そいつは本当に顔色が真っ青で倒れそうになっていた。 次第に俺も演技ではないと感じて、俺がハイヒールをそいつの家に投げ込んだことを話した。訳を話した当初、友人はかなり怒っていたけど、次第に落ち着いて、じゃあこのハイヒールはどこからと言うと黙り込んでしまった。友人があまりにもビビっているので、 それまで何とも感じていなかった俺も気持ちが悪くなって、一階の管理人室に落とし物として持って行くことにした。管理人室のじいさんは新聞を読んでいる最中で、しばらくは俺たちの存在に気がついていなかったが、大声で落とし物だと伝えると、いかにもだるそうにゆっくりと近づいてきた。じいさんは、 ああ、落とし物ね。これ、どこで拾ったのと、面倒くさそうにハイヒールを眺めていたが、俺の部屋のベランダで拾ったことと、俺の部屋番号を伝えると、突然じいさんの動きが機敏になって、片方だけかもう片方はなどと、いろいろ質問を投げかけてきた。 俺は、げ、俺が入居する前に、マジで自殺者とかいたのかよ、と呆然となって。友人は顔面蒼白になっていたが、じいさんは呆然とする俺たちを無視して、ちょっと屋上を見てくる。お前らは、そこにおってくれ。そう言い残して、部屋を出て行った。 俺たちはじいさんが帰ってくるまで、無言のまま数分間、立ち尽くすことになった。帰ってきたじいさん曰く、屋上への入り口は、鍵を何個もかけて厳重にしとるし、誰も出入りをした様子はなかった。自殺者も、ここ数年は出とらん。フォローになってないよじいさん。 自殺者って言っても、一人だけだ。十四年ほど前のことで、ここがこの会社の寮になる前のことや。わしはその時から、ここの管理人をやっとるんやが、ただその時にな。急に黙り込むじいさん。俺は耐えられなくなって、何かあったんですかと聞いてしまった。 自殺をした日が台風の日で遺書や靴ものとも吹き飛ばされてたんや。結局見つかったのは遺書と靴が片方だけでな。飛び降りたのは貯水槽の横。ちょうどお前の部屋の上あたりかららしい。勘弁してくれよ。 遺族の方は、靴が揃って見つからないことに心を痛めていてなうん。その時の靴に似とるわ。そこからどうやって部屋まで帰ったかはあまり覚えていないけど、気がついた時には俺の部屋にいて、友人と二人でぼーっとしていた。その後友人はすぐ引っ越したが、 俺は金がなかったので、三年ほどそこに住み続けることになった。幸いなことに恐怖体験などはすることはなかった。結局そのハイヒールは、遺品であったのかどうか確認は取れなかったらしいが、一応お寺で供養してもらったそうだ。今となっては、管理人のじいさんにからかわれたのかな とも思うのだが、飛び降りた日と見つかった日が同じ台風の日だということで、そう考えると未だに少し怖い。帰り道で私が高校三年生の時、 体験した出来事です。アルバイトを終えて帰り道についている時の話。電車賃がもったいなくて、二駅程度だったので歩いて帰っていました。午後10時過ぎくらい。帰り道は人気も少なく、自転車と人だけが歩けるようになっていて、車道は別のところを走っています。 有字の道で坂になっていて、その横には墓地がありました。部活からアルバイトで疲れ、だらだらと歩いていた私は、その坂道に差し掛かりました。前から薄気味悪い場所だとは思っていたので、さっさと通り抜けようと思っていたのですが、坂道の上からカップルが歩いてくるのを見かけて、 ふと思いました。あいつら、脅かしてやろう。なぜこう思ったのか、未だにわかりません。何かに誘われていたのでしょうか。カップルは私には気がついておらず、その隙に私は墓地に入っていきました。そして、その時着ていた黒いパーカーのフードをかぶって、 道に対して背を向けうつむいて立っていました。徐々にカップルが近づいてくるのが話し声でわかります。その時でした。ひっと言って女性が走って逃げていきました。私は振り返って走っていく女性を見ました。 内心、大成功だと、ニヤニヤしていたのを覚えています。しかし、フードを取りながら、顔を前に戻した瞬間、異変は起こりました。目の前のお墓の向こうに、何かが立っているんです。いつの間にか、白い服を着た女性が、こちらを向いて立っていました。 ついさっきまでは誰もいなかったのに。パニックになって私は走り出しました。カップルの女性はもしかしたらこの白い女性にビビって逃げていったのかもしれません。その日は何とか無事に家にたどり着いて、私もこういう体験は初めてではないので落ち着きを取り戻していました。 ああ、怖かった、と、怖い話が苦手な弟に、無理やり話をしたりしていたのですが、その夜に異変が起こりました。金縛りです。金縛りも私にとっては珍しくはないので、またかと思っていただけでした。しかしこの金縛りは、それから毎晩続きます。 それは決まって、深夜の2時頃でした。1ヶ月が経ち、私も疲れ果てていました。そんなある日の悲しばりで、いつもは目が開かないことが多いのですが、その日は目を開けることができました。体は動かすことはできませんが、目を動かしてみると、 あの時の白い女性がすぐ近くに立っていました。私は気を失ってしまい、気がつけば朝になっていました。その後知り合いのお寺ですぐお祓いをしてもらい、それから異変はなくなりましたが、ついてくるって怖いですね。 近道昨日深夜遅くまで友達の家に入り浸っていた。で3時過ぎにそろそろ帰ろうかなと思ってチャリで帰ってきたんだけどその時の話友達は泊まって行きなよって言ってくれたんだけどなんとなく帰りたくてそれを断った外に出たらかなり寒いことに気がついて 早いとこ帰ろうと思って、チャリを飛ばしたんだ。帰りの道は、遠回りだけど、比較的明るくて大きな道と、近いけど、細くて暗い道、この二つがある。いつもだったら、夜遅くなったら、暗くて細い道は避けて、遠回りをしてでも、明るくて大きな道を選んで帰るんだけど、 昨日は疲れていたし、寒くて早く家に帰りたかったんで、ついつい近道の方を選んでしまった。その細い道に入ると、約40メートル前方のところに女の人が一人歩いていた。OL っぽい格好だったんで、残業かなと思って、内心、この道にいるのが、 自分一人ではないと思って、ほっとしていた。というか、ラッキーとさえ思っていた。人が遠くで歩いているのを見たとき、時々その進行方向がわからないことってありますよね。その時も、はじめは自分が進む方向と同じ方向にその女の人も歩いているのかと思っていたんだが、よくよく見てみると、 顔がこちらを向いているのが分かった。だから、そのうちすれ違うんだろうなって思って。すれ違ったら、その女の人ともお別れ。また一人で、この道は怖いな、と、心の中で勝手に残念がっていたのだが、なかなか女の人との距離が縮まらない。変だな。あれ やっぱりこっちに向かってきてるんじゃなくて、向こう側に向かって歩いていっているのかな。顔だと思っていたのは、実はベージュのマフラーだったりして。いや、でもマフラーなんかしていないか。やっぱりこっち向いてるよな。20メートルくらいに近づいたとき、ゾッとした。 足は向こう側に向かって歩いていっているのに、顔だけこっちを向いている。顔はまっすぐこちらを向いて、視力が悪くて本当に良かった。顔は目、鼻、口がわかる程度で、表情までははっきりとは見えなかった。前につんのめるほどブレーキをかけ、 方向転換をして、来た道を戻り、大きな道で家に帰った。当分は、あの近道は使えそうになくて、残念だ。噂のある病院。 当時 S ス君はバレー部に所属していました。そしてある大会でアキレス腱断裂という重いアクシデントに見舞われてしまったんです。試合途中で退場して、控えの選手に担がれて病院まで連れて行かれました。連れて行かれた先のその病院は、出ると噂がある病院でして、 でも、その大会会場から一番近いのがその病院だったんで、その時はとにかく慌ててそこに連れて行かれたみたいです。結局一週間、その病院に入院をすることになりました。六人くらいの相部屋で、S 君の向かいのベッドには気のいい役ザ風のおじさんがいたそうです。そのおじさんが、 早速教えてくれました。この病院、出るで。詳しい話は聞かなくても、その日の夜から遭遇してしまいました。真夜中、誰かがワゴンを押して、病室の前を行ったり来たりするんです。ワゴンには、手術器具が乗っているようで、 カチャカチャという音と、ワゴンの車輪のキーキーという音が、最初小さく聞こえて、だんだん大きくなって、病室を走り去るように通り過ぎていって、そしてほどなく、今度は逆の方から、また走って通り過ぎる音を、確かに S ス君は聞いたんです。何でもそれは以前勤めていて、事情で亡くなってしまった、 女性看護師ということでした。もちろん実際に姿を見た人も何人もいて、その役座風おじさんも見たそうです。もともとそういう話に興味がないエス君は、怖くないよ、本当かよ、と自分に言い聞かせながら。それでも夜中には病室の外には絶対に出ないようにしていました。 だって興味はないけれど、その不自然に行き来する音を、実際に一晩に何度も聞いてしまったのだから、あえて出て行かない方が無難です。ですがそう気にしていると、逆に出て行く用事ができるもので、入院最後の日の夜、消灯が過ぎて11時頃、どうしてもトイレに行きたくなってしまいました。 仕方がない。覚悟を決めてトイレに行きました。トイレは病室から結構な距離があって、病室を出て松葉杖をつきながら50メートルくらい進んでいって、もうすぐ着こうかというところで、向かおうと思っていたトイレの方向から、カチャカチャ、キー、キー、と聞こえてくるではないですか。 これはまずい。S 君はトイレに行くのを諦めて、自分の病室に戻るには距離がありすぎるから、一番近くの病室に避難しようとしました。それでも松葉杖の S 君には結構な距離。S 君は必死で進んで、その間にも背後から、カチャ、カチャ、キー、キー、 と迫ってきます。なんとかたどり着き、力いっぱいガラッと扉を開けて病室に入って。どんどん音が近づいてくる。とうとう音が真後ろに来た。ですが意外にも何事もなく通り過ぎていきました。でも何かがおかしい。 あれだけ大きな音を立てて扉を開けたのに、病室の中の誰も起きてこない。暗闇の中、ベッドを覗くと、そこには誰もいない。S 君は、もう来ないだろうから、早く自分の病室に帰ろうと立ち上がったとき、またワゴンの音がしたんです。 いつもと違う、S 君は気がつきました。ワゴンは前を通り過ぎました。そしてまた戻ってきました。戻ってきたとき、誰もいないこの病室の前で、音がぴたりと止まりました。S 君もさすがにドキリとしたそうです。でも、 病室の電気はつけているし、実は見回りの看護婦さんかもしれない。かちゃ。ギー。扉が開いて、誰かが入ってきました。見回りの看護婦さんなら、声をかけてくれるはず。S 君の心臓はバクバク。汗もドッとかいていました。 そして、何も起こらない。声もかけられない。電気はついていて、病室の中は明るいまま。それに背を向けたまま、しばらく硬直していた S 君。恐る恐る、後ろを振り返ったとき。 看護帽をかぶった女性がワゴンに手をかけて S ス君を眺めていたそうです。その女性の顔は真っ白で目はうつろなのにしっかりと S ス君を見つめていました。気がつくと S ス君は病室で倒れていました。病室の電気はついたまま窓から 薄明るい朝日が差し込んでいました。ふらふらと病室に帰ると、時間は朝の5時過ぎ。エス君が戻ってきた音に目覚めたおじさんは、にやりと笑って、あんた、見たんだね。そう言いました。エス君が会ったことを話すと、 そのおじさんも以前それに遭遇して失神してしまったと恥ずかしそうに教えてくれました。と、これが S ス君が話してくれた体験の全部です。こんなドラバみたいなこと本当にあるんですね。